髪がボサボサだ。これからどこに行くでしょうか。これから筆記試験を受けに行ってきます。自信はなんか微妙、自信は多分 60% ぐらいあー受かるといいな本当に。 OK、 本当受かるといいな。いっぱい勉強したんだけど、テストをする場所は家からも5分ぐらいの場所だから、ちょっと早めに出てコーヒーを買いテストに挑もうと思います。私が学校のコスメトロジー美容師の分野でテストを受けるの一番初めだからね、こう頑張ってねってみんな言ってくれたけど、まだ経験してる人が周りにいなかったから、どうなるかなって感じだよね。緊張する。カメラも揺れ揺れでごめんなさいね。マジで緊張する。本当どうしよう。もう。ってずっと言ってんだよきっと。試験会場に着くまで。テストが2時半に始まるんだけど、とりあえず30分前に着かなきゃいけなくって、なんかレジストレーションしないといけないから、そう、それでちょっと今早めに出てるんだけど、どうなるかな。落ちたくない。落ちたくない。もう落ちたくないよ。受かりますように。みんな大丈夫だよとか言ってくれたけどさ、やっぱり落ちる人とか落ちるみたいだから。だってネイティブのイングリッシュスピーカーでもなんか10回受けた人がいるとか聞いたからさ、まあ多分その10回受けた人は本当に勉強しなかったんだろうね、何にもしなかったんだろうね。でも私が知ってる人、学校で働いてる人で知ってる人は、これもあんま見えないけど、まあいいよね。私の学校で知ってる人は、3回受けたって言ってた。1回目は全然勉強していかないで行って、みたいな。みんなネイティブに英語喋る人たちじゃん。だから、緊張しますな。緊張しますな、マジで。マジで。やだ。もう、超緊張する、マジで。やっべ。問題は110問あって、100問が、その今までずっと勉強してきたコスメトロジーの、質問なの。で、残りの10問が、法律系なのよ。そのまあもちろんそのコスメトロジーに関係する法律系の質問が10問あ5問だったかな10問か5問あるわけで、 75% 以上を取らないといけないのってことは、20何問しか間違えられないのよ110問あるうちに。
あー大丈夫かな。もう超緊張する、ほんとやだマジで。なんかさ、このコスメトロジーで勉強したの結構なんかね、こうバクテリアとか、あと皮膚系の病気系とかで、なんか結構こう気持ち悪い写真とか見るの多かったのよ。そう、気持ち悪い写真見るのが多かったので、なんか今日も今日もさ、勉強ね朝してたんだけど、わからないのとかがあったからさ、 Google で調べたりとかしても超気持ち悪いのがいっぱい出てきても、今それがもう頭の中にうようよしてるわけ。気持ち悪い、もうそれしかもうピクチャーできない、頭の中。はぁ、もうやだー OK。 しかもだんだん寒くなってきたしさ、長袖着てるよ。はい、1 secondOkay. All right, can I help you? Hi, may I have a small latte, please? I'm sorry? A small latte? A small latte, how'd you like it? Can you put a sugar? Yeah, a small hot latte with sugar and milk? Yeah. All right, deal? That's it. All right, pull out, thanks. Thanks.ラテってもうミルク入ってんのに、なんでシュガーとミルク入れるって言ったんだ。あ、もう That's fine. Mm-hmm. No caramel or anything in it? Mm-mm. Thank you. That's sugar in it? Do you want sugar? Oh, okay. Can you give me like a pack? Awesome. Thank you.何さ、どうくれた、そんなにいらないよ、もう砂糖いらないよ、もうそういう気持ちなの今私は。もうこんな緊張したのいつぶりだ、多分高校の試験ぶり、高校の試験。 Wait a minute, where am I going?God. Kokoni haru toki no shiken buri? なんかすごい乾燥してる気がするぞ。これさ、車の中にいつも入れてるボディクリームなんだけど、これ顔に塗っちゃおう。だってすっごい乾燥してんだもん。あー、で、手にも塗ってね。ねえ、大丈夫かな私。だって自信があるのが 60% でしょ。全体緊張するんですけど、もうやだ。あー
何この後ろの人何してんの。ああ斜めに止まるようになってんのね。なんかぶつかったみたいに止まってるからやだもん。びっくりした。もう行くか、もう行くか。すっげえ今気づいたけどなんか服汚いし。あ、皆さんこのトップス私いつも着てるよね。はあ、ちょっと早く行ってトイレ行こうかな。そうじゃん。110問さ、質問があってさ、与えられる時間が90分なので、なんか意味のね分かるやつとかなら別に一つ一つのさ答えるのにそんな時間かかんないけど、例えば見たこともないような単語がいきなり出てきたらさ、もう余裕で10分15分とかその1問にかかっちゃう私は。だからそこがちょっと怖いよね。なんか先生とかテスト受けた、あ、先生たちには、学校の先生たちには分かんないのがあったらとりあえずスキップ、全部スキップスキップスキップして、あ、スキップしなさいと。でなんか他やっていくうちに絶対その答えがどっかの質問の中に入ってたりするから、それを見失わないようにって言われて、でとりあえず全部すぐ分かるやつは答える、分かんないやつはスキップ、でとりあえず110問やったらまた戻って、でちょっと時間かけてきなさいみたいな感じで言われてるの。だからそうしようと思ってるんだけどさ、なんかこのね、これ家出る前にキャメロンがこれ忘れたよって言って持ってきたので、別に忘れたつもりもないんだけど、私がずっと勉強家でしててテスト行くってキャメロン分かってるから、なんか持ってきてくれて、これ忘れたよみたいな、持ってきないよこれみたいな。だからもうこれお守りにしようと思って今腕につけてる。よし、じゃあちょっと行くか。いただきます。 Good luck with me。 テスト終わって、テストのお部屋出て、でそこのいた何受付の人がよし、じゃあ受かってるか受かってないかチェックしてみましょうとか言って、で私絶対落ちたと思ったから、もうすごい自信なかったんだけど、 Oh you passed the test とか言って合格したって。この紙見せたいけど見せない、名前載ってるし。 77% でパスしました。ギリギリ 75% がボーダーラインだったけど、はぁ超嬉しいんだけど、マジでどうしよう。ちょっと旦那と家族に言いたいけど、家帰ってから言おう、電話しないで。超嬉しい、マジでやったぜみんな。雨が降っておる。
雨が降っておりますよ。こんにちは皆さん。 In half a mile, turn right on American Metro Boulevard. Okay. こんにちは皆さん。軽く私がこれからどこに行くかお話ししようと思います。これからフィラデルフィアの、ビューティーショーに行こうと思います。私がまだ学校に行ってた時に、この間卒業したんですけど、ありがとうございます。私がまだ学校に行ってた時に、チケットを買ったんですよ。40ドルで。スチューデントディスカウントで40ドルでチケットを買ったんだけども、ね、今週の金曜日に。In 1000 feet, turn right. Turn left. Actually, 木曜日に。ちょっとチケットどうなっていますかっていう連絡を学校にしたところですね、もう私はその時卒業していましたから連絡したわけですよ。したら、おーとか言って、あなたのチケットはオーダーされてないから、学校にその払った分のお金、払った分のお金取りに来てって言われて、もう全ての予定が狂ったわけですよ。私は行く予定だったのに、学校側が、学校側がチケットの、予約をしてくれていなかったと。ねえ、だからもうすごい焦ったわけです。それで自分でオンラインでこうバタバタしながら、まあ結局変えたからよかったんだけど、そう、それでまあこれから行くわけですよ。幸いにもまたスチューデントチケットを買えたのでよかったです。一般だと75ドルとかするんだけど、スチューデントだと45ドルだから、まあ、30ドルね、得したってことで、その30分ドルまたその今日あるショーで必要なものがあれば買いたいなって思ってるんだけど、その一番の目的、今日行く目的は、このナビがちょっとうるさいですね。一番の目的は今日行く、私ラッシュエクステンションのビジネスやってるんだけど、メイクの他に、それでね、ラッシュエクステンションもナビうるさいな、ラッシュエクステンションもすごく深くてですね、シングルラッシュっていうのもあれば、ボリュームラッシュエクステンション、なんか 2D、3D、4D とか、なんかそういった感じの違ったタイプのラッシュエクステンションもいっぱい世の中にはあるわけです。で、自分のエクステのビジネスの幅を広げるためには、そういうのも取り入れていかなければいけないとね。なので今日そのビューティーショーで、そのプロのラッシュエクステンションのプロが、クラスを設けてるのね。聞こえますか？私こんな喋ってて大丈夫？聞こえる？そう、ラッシュエクステンションのプロがそのクラスを設けてるの今日で、今日のは、ボリュームラッシュエクステンションの、要は、サーティフィケーションを、まあ、発行してくれると、そのクラスを取ると。だから、それを今日、そのクラスを受けに行ってきます。はい。そうなんです。そのために今向かっています。で、そのクラスが2時から始まって、5時に終わるんだけど、そのビューティーショーはまあ1日中やってるわけじゃないですか。で、1日中行きたい。でもそこは、母親なので、1日中は行けない。というね。で、今日特に今日日曜だから、まあそれで仕方ないですよね。なんか朝も、朝起きてすぐうちの旦那は宿題しに行かないといけないからって言って、宿題の締め切りが今日の5時までだからとか言って、朝起きてすぐ、スターバックスに宿題をしに行ったの、2時間ぐらいで。その間、まあ私が家片付けたり家事したり子供と遊んだりしてるわけじゃない。で、旦那帰ってきました。 OK、 ハイタッチ、はい、チェンジね。で、私が今度化粧をして、はい、そして、はい、行ってきますと。だから私が行ってる間、家がどういうことになっているかっていうのは
もう考えたくもありません。はい、ということで向かいますよ。すっげえ雨。てかこの角度やばいっしょ。もうこの意味わかんないメガネも反射しまくってて全然見えないしっていうね。着きました。着きましたよ、無事に。こんな雨の降ってる中、これした方がいいかな。どうなの。ちょっとさ、髪アイロンかければよかったね。すっごい傷んでるでしょ。 OK、 私がいるところがちょっとそこまで歩かなきゃいけないんだけど、2ブロックぐらい歩かないといけないよね。7分ぐらい歩かないといけないんだけど、でも4食べたい。4が食べたい。まだ時間あるから4が食べたいです。から4レストランに行く。今ヤルプで調べてる、どこが一番近い。どこにしよう。なんかさ、私がいるところチャイナタウンだから日本食もあるし、あ、チャイニーズももちろんあるし、あとベトナム料理とかいっぱいあるわけですよ。で、私最近すっごいフォー食べたくってね、ついこの間一人で食べたんだけど、もっと食べたいんだよ。はい、じゃあこれから行きます。伸びたみたいね。メガネ取ろう、バカバカしいからね。よし、行ってきましょう。
これからクラスを受けに行ってきます。And after after the service, you can give her the mascara brush you use on her, so that she can brush her lashes. Yeah. Sorry. What did you get with gel? Okay. I'm gonna wrap it. So I'm gonna put it on my hand. Okay.So I'm going to show you my, this is the volume tweezer. So I'm going to show you the mega volume tweezer, okay? So good, just a little bit less glue, okay? So when you're クラスが終わったよ。やっと今5時です。シングルラッシュずっとやってるから、言ってることとかやってることは理解できたから、あとは練習するだけって感じ。これから家族にディナーを買って帰ります。OK。車に戻ってきたんですけど、この駐車場に入ってすぐ、駐車券あるじゃない、あれをさなくしたのよ。びっくりするけどなくしちゃったわけ。なくしちゃったの。だからなくしちゃったもんだから、ちょっとこれからここに働いてる人に話しに行きます。で、もうなくしたっていうか、ここ車パークして出る時にあれ駐車券どこみたいになって、一人で、で下に働いてた人になくしちゃったんだけどみたいな話をしたら、じゃあ一日中のパスっていうの、なんか一日分払わなきゃいけなくなるけどみたいな、あなたが戻ってくるときに提供するから大丈夫よって言われて、で3時間以上だと19ドルかかるみたいなんだけど、ここの駐車場が、で1日だと23ドルなんだって。だからね、4ドルぐらいの差ということで、ちょっとソックアップしようと思います。どっちに止めればいいんだっけ。 OK、 よし、23ドル払ってきました。からこれから帰ります。フィラデルフィアのダウンタウンにいるんだけど、ここからうちまで約ナビは in 700 feet turn left to I-95 North Franklin Street、 ナビは47分とかそんぐらいと言ってますので、そのぐらいかかる。 Turn left to I-95 North Franklin Street。 そのぐらいかかると思います。 Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us